横浜市が発行する広報横浜から記事をピックアップしてご紹介する広報横浜拾い読み。こんにちは。今月のテーマは暑い季節に注意したい熱中症です。熱中症にならないための予防やなってしまった時の対策などをご紹介します。毎年初夏の頃から全国的に増える熱中症、横浜市で去年救急搬送された人は734人で、多い年には1000人を超えることも。熱中症による救急搬送は異常に気温や湿度が高い日に増える傾向があり、天気予報などを参考に行動するなど注意と対策が必要です。西山さん、横浜市では熱中症対策としてどのような取り組みを行っているんですか？はい、本市では広報活動の一環として広報横浜への掲載、地下鉄ブルーラインの車内広告、一般ごみ収集の音声放送などの熱中症予防対策の啓発を行っております。また各区役所では庁舎内に啓発ポスター、リーフレットの掲出のほか、赤ちゃん学級や各イベントなどにおいて注意喚起を行っております。各区でさまざまな取り組みが行われているんですね。はい、本格的な夏を前に正しい知識をしっかりと身につけたいですね。ぜひお願いいたします。各区で行われる事業につきましてはホームページや広報物をご確認ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。熱中症の症状や対策について消防局の小柳さんにお話を伺いました。小柳さん、熱中症はどのような時に起こりやすいんですか？はい、気温が高い日の屋外ではもちろんですが、実は室内でも熱中症になることがあります。また年代を問わず熱中症になる可能性がありますので、意識をして水分を取ることやお出かけの際には帽子をかぶるなどの予防対策も必要です。室内で過ごすときはエアコンを使うなど涼しく過ごす対策をお願いします。熱中症の疑いがある場合どのような症状が出るんですか？はい、めまいや立ちくらみ、手足のしびれなどがあります。また頭痛や吐き気、体のだるさのほか、ひどいときには意識障害を起こすこともあります。もし自分や他の人が熱中症になってしまった場合どうしたらいいでしょうか？では実際に応急手当を実演してみましょう。はい、お願いします。小柳さん、このように熱中症を疑われる症状が出たときはどうしたらいいでしょうか？はい、まずは呼びかけて意識を確認してください。もし反応がなかったり普段と同じような受け答えができない場合にはすぐに119番をして救急車を呼んでください。はい、わかりました。もし意識がある場合は涼しい場所に移動させて水分を取らせて、はい、衣服を緩めます。はい、そして首の周り、首、脇の下、脇の下、あとは太ももの付け根。ああ、なるほど。こういったところを冷やしていきます。こうした処置をしても回復しない場合はどうしたらいいですか？はい、そういう場合は横浜市救急受診ガイドや横浜市救急相談センターシャープ719の活用をお願いしています。横浜市では救急車を呼ぶかどうか迷ったときに看護師が症状に基づくアドバイスをする電話相談窓口、横浜市救急相談センターシャープ7119の利用を呼びかけています。またパソコンやスマートフォンでアクセスできる横浜市救急受診ガイドは、該当する症状を選択していくことで緊急度や病院受診の必要性を判断できます。小柳さん、日頃からしっかり対策をして夏を健康に過ごしたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。今回ご紹介した内容の詳細は広報横浜6月号をご覧ください。それでは次回もお楽しみに。